春の吉野山秋の吉野山吉野町は奈良県中部に位置する町。桜で有名な吉野山があり、近隣の吉野山地から切り出される吉野杉、日野木の集山地でもある。2012年に日本で最も美しい村連合に加盟。吉野川奈良県中部、吉野郡の北に位置する。北は龍門山地が東西に走り、 南は大峰山系へと続く山々が広がっている。また東には大高山脈から続く山々が迫っている。これらに挟まれ、町の中央を吉野川が東南から西へ、高見川が東西へと流れている。吉野川は上流から津風呂川が流入する付近までは大きく、左右に蛇行し山を縫うように流れている。この途中、新湖、久保街と付近で高見川が合流する。 芋山、瀬山を越えた吉野高校付近で大きく左に曲がるとか流にかけて比較的直線な河川が続いている。吉野川沿いの蛇行している内側には比較的平らな場所が細長く続き集落を形成している。また吉野川の支流の中流付近にも比較的開けた土地があり集落を形成している。なお町役場などがある上市地区は 川と山に挟まれた、わずかな間に、家々が密集しているが、古くは、この付近も、吉野川が南へ蛇行しており、その内側で、地名の由来となった市が開かれていた。しかし、江戸時代中期の水害により、北側が切れて、南側は中洲となった。この時、人家は、北岸と南岸の端寺に移ったという。その後、1959年の、 伊勢湾大風水害により、この中巣が浸かると、二つに分かれていた吉野川を一つに、するため、中巣の北岸を削って、川幅を広げ、南岸を埋め立て対岸と接続し、今日の地形に至っている。森林セラピー基地に、なお、衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第三区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、吉野郡選挙区となっている。町内には、 貯木場があり、定期的に市が開かれている。また、吉野貯木場周辺には、工場が立ち並び製材業が盛んである。製材で生産されるのは主に集正材だが、他に磨き丸太や端材を再利用した割り箸などが生産される。桜の時期には、吉野山への花見客で大変賑わうが、それも1ヶ月ほどである。夏場は、川遊びの客で、河川時期は、 車でいっぱいになり、渋滞する。それ以外の季節は、振るわない。吉野山中心部には、旅館や、土産物店、食事所などが多く集まっている。上市の地名にあるように下流の下市と共に、吉野川沿いの市場町として栄えてきた。また、道路事情が悪かった時代においては、吉野郡を口への物資供給地としても発展した。かつては、山と上井 吉野杉で作られた酒樽は、香りが良いとして重宝されてきたが、町内にも古くから日本酒が作られてきた。現在、町内で生産されているのは、少女、八田ガラス、花、ともえの3つ。吉野町内の郵便番号は、639から31 X X、XX、639から33、XX、639から34。 XX となっている。なお、民営改善は639から34。XX 区域の周配業務は新古郵便局が639から33。XX 区域の周配業務は中流門郵便局がそれぞれ担当していたが、両局ともに1007年2月19日付で、周配業務を吉野郵便局に移管し、現在は窓口業務のみとなっている。 奈良県統計国道、編集主要地報道、編集都道府県道、編集その他、編集、ありがとうございます。